そしてあのウルトラマンティガの武勇伝が再び、ウルトラマンクロニクル Z ヒーローズオデッセイ、毎週土曜朝9時好評放送中。ファイブキング、5体の強力な怪獣が合体した超合体怪獣ファイブキング。Z のやつ歯が立たないみたいだな。だが異世界のウルトラマンのメダルを使って反撃だ。変幻自在、神秘の光、ギガ先輩、ダイナ先輩、ガイア先輩、ティガ、ダイナ、ガイア、ボス、ご唱和ください。我の名をウルトラマン Z、ウルトラマン Z ガンマフューチャー、キャー、ウルトラマン Z ガンマフューチャー、システムドライブ、ガンマイリュージョン、ガンマスルー、セスティウム光線、ファイブキングは強敵だ。ファイブ、別の世界にも現れたが、ティガ、そしてダイナとガイアが協力して立ち向かうぞ。
ウルトラマンダイナとガイア。彼らもティガと同じく、俺やゼットとは別の世界のウルトラマンだ。しかし、これがまたド派手な活躍でな。バッチリ見てくれよ。スヒュームの襲撃により、南極海底へと沈んだクラーコフ。そしてダイナまでもが怪獣レイキュバスの前に倒れた。スフィウムにコントロールを奪われた人工太陽が地球に激突する人類滅亡のその瞬間が今刻一刻と迫っていた。ダイナが負けるなんて、そんな。何をする気？浮上します。ちょっと、こんなに暗くて狭い場所、もう限界です。ここで逃げ出したって何も解決しないのよ。クラーコフのコンピューターを奪い返す方法がきっとある。それを見つけるしかないわ。ねえ、このルートはどう？リーバーラスト排水溝？無理です。ガッツマーリンが通るには狭すぎます。でも誘導ミサイルなら通る。無茶です。いくら誘導装置があっても危険すぎます。水中ミサイルに乗るなんて。これ以外にクラコフに侵入する手段はないわ。でも、正気か？この船を自爆させるなんて。シッ、声が大きい。人工太陽が到着する前に誘導電波さえ止めれば人類にはまだ希望が残る。奴らに打ち勝つにはそうするしかないんです。開けてくれ。クラーコフの自爆モードが作動した。発動から爆発まで15分。もう迷ってる暇なんてない。まあいい、あなたの決断に全てがかかってるのよ。私にできるはずない。私、両先輩みたいに勇敢じゃないし、戦いにあまり出たことないし、本当はスーパーガッツの隊員になる。これがそんなに勇敢な人間の手。私だって怖い。戦うのは怖い。でもそれは自分自身で乗り越えていくしかないのよ。やっぱダメかも。心臓がドキドキして、めまいが、息も苦しいし。リラックスよ、お願い。両先輩。青空がある限り風は時を運ぶよ。アリア。雪がある限り夢は必ず叶うよ。誰よりも何よりも君だけを守りたい。マイ、戦うことにもし理由があるならね、誰かを守るためだと思う。誰かを守る？みんなを守って。リオ先輩、案外歌上手ですね。え？今度歌いに行きましょう。絶対。はい。大丈夫です。私もう行けます。頼んだわよ。ラジャー。そうやったらやってる気だ。
ピンチなんだ。聞こえるぞ誰だ。お前が何者でなぜ俺たちのために戦うのか知らねえ。でもこの星のことが好きなら人間を俺たちの仲間を嫌いじゃなかった。もう一度立ち上がってくれ。ウルトラマンダイナ、ガッツから発展したエキスパートチームスーパーガッツ所属のアスカ・シンが変身する新たなる光。彼が迎え撃つのは宇宙怪獣レイキュラス。待ってたぜウルトラマンダイナ。今から30秒後に全てのシステムを取り返します。でも奪回後にまた海戦に潜られたら私たちの負けです。その前に勝負をつける必要があります。俺たちの持ち時間は多くて15秒。それで十分だ。レイキュバスは地球全土を水没させようと企む水生生命体スヒュームが操る怪獣。強固な体と熱鋼弾、そして一度はダイナを氷漬けにした冷凍ガスが武器だ。と人類に破滅をもたらそうとする根源的破滅将来体。地球を防衛するシグは
ついにその母星と思われる星を特定し攻撃を仕掛ける。谷本参謀、すぐにこの計画を中止してください。君は高山ガン、シグの隊員です。アルケミースターでもある君がどうして計画を中止しろだなんて言い出すんだ。この計画を実行してしまったら人間は引き返すことのできない泥沼に足を踏み入れることになるんです。私はそうは思わない。この計画は破滅将来体に対する唯一の有効な攻撃手段だ。人類に残されたたった一つの希望なんだよ。人類が宇宙の破壊者になってしまってもいいんですか。では君に他に有効な手段でもあるでいいのかね。今ありません。でもきっと何か、今この瞬間にも世界中の人たちがこの計画の実行を心待ちにしてるんだ。しかしこれ以上君の話を聞いてる時間はない。退去させろ。はい。谷本参謀。はい。参謀。はい。谷本参謀。お前シグの制服に腕通しててこの作戦に反対するなんて何考えてるんだ。本来なら軍法会議もんだぞ。我々人類は破滅将来体のシナリオ通りに走り出してしまったのかもしれない。不死身、地球生物を絶滅させようとしている人類は今また宇宙生物までも滅ぼすことになる。どうすればいい。不死身は教えてくれ。過ちを止められるのはお前だけだガム。愚かにも人類はこの作戦を唯一の希望としている。人類の希望を打ち砕く勇気があるか、ウルトラマン。サイは投げられた。どうするガム。我々のワームホールに破滅将来体のワームホールが接触。何？我々のワームホールを使い怪獣たちを送り込もうとしています。ワームホールを閉じなければ怪獣たちが地上に降り立つのか。ダニエル、ワームホールを閉じることはできないのか。今の段階でワームホールを閉じると大量のエネルギーが行き場を失い危険な状態に陥ります。ワームホールをくぐって2体の怪獣が現れた。自身には地球破壊の目的意識がないとしても、生物の本能で暴れているだけだとしても、だからこそ厄介なんじゃないかガム。大地の力を秘めた巨人ガイア、海の力を秘めた巨人アグ、熱い思いを秘める二人の巨人は地球を破滅の未来から救えるのだろうか。
中怪獣たちはただ無我夢中で生きようとしてるだけなんだ。ガイア、ガイア、行くぞ。ガイア、変身だ。ダイナ、そしてガイアとアグルの活躍はいつ見ても強烈だぜ。そうそう、俺もダイナとがっつり力を合わせて戦ったことがあるんだ。ゼットやティガ、そして俺だけじゃなく彼らのことも応援頼むぜ。世界中の空を暗雲に塗り込める闇の支配者ガタのゾウアがティガを叩く。次回ウルトラマンクロニクル Z、 君の待つ明日へ。お楽しみに。みんな、動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録も忘れるなよ。更新情報をお知らせするぜ。さあ、次回もお楽しみに。